悪魔花火職人のゆうと、ひじりと、ケイスと、中田のボスです。はい、ということで、今回、ウィズボスということでね。ウィズ B やな。インカーということでね。インカーということで。今回の企画、はい、笑ってはいけない即興俳句コーナー。はい、もう即興俳句ね。はい。3回までやりました。で、まあ、そろそろ、みんなちょっと違うスタイルの、はい、即興俳句を見たいじゃないかということで。なるほど。今回は、ドライブしながらね、まあいろんなもの見えるじゃないですか、ドライブしてたら。確かに。それにまあちょっと俺らが困ってたお題みたいなのもちょっともらいながら。あのね、1から3回は、あの、家の中で目につくものをお題に出してたから。そうなんですよ。もうね、お題が困るんですよ。これが不評ならすぐやめます。あ、そうですよ。需要と供給にも合わせますからね。はい。何がおもろかって、笑ってるしな、普通に。あ、そう。全然アウトやで。全然アウトやで。今日はもうボスもね、参加してもらいますから。ボスの俳句みんな楽しみでしょ。確かに。もうほんま期待したらあかんねん、みんな。ボスがなんで裏方になってるか分かるやろ。なぜ表に出てこれないのか。あんまいいな。分からん。これです。これが理由です。これが理由。っていうことなんですよ。分かったでしょ。分かったでしょ。それでは、今から車も進めていくということで、今日の企画、行ってみましょう。プップー。ドーンドーンドーン。分からん。これです。それは分からん。これが理由です。俺たちは花火職人だい。はい。発進ということで、スタートしましたー。どこに向かおうかな。これもう適当に走りますよ、本当に、うん、いいですか。これ笑ったらあかんねん。絶対笑ったらあかんよ。頑張れ俺。ボス、くら寿司。くら寿司をパクパク食べてお刺身を。そういうことです、皆さん。こういうことなんですよ。こういうことです。まずくら寿司よとか言うてもらうダメなんですよ。う、言う中う。丼がたくさんこぼれるまで食えや。何言うか、何言うと、何を言ってね、ずっと。え、引き笑いしたな、今。これ出てなかった、今、普通に。ケイトちょっとデコピンしてデコピン。アウトです。まだ全然。全然デコピンです。いったー、ケイトのめっちゃ痛いやろ。めっちゃ痛いやろ。笑ってる。笑ってるやん。ケイト吸った。オッケーオッケーオッケー。揺れでミスるわ、これ。はい、リスタート。リスタートで、はい。ケイト、京都。伝統の、ま、十字交差の道ですよ。笑ってみよう。ちょっと、俺は信号、赤信号の時に生産して。十字交差って何だろ。十字通り。五番の目やろ。五番の目。十字になってるやん。五番の目。十字交差。何？あれ？展開のある。おかしいこと言ってる俺。ビジリ信号。カチカチカチ。赤ゴー、黄色止まれ、青ゴーゴー。赤ゴーで黄色止まれ、青ゴーゴー。免許取り直します。ぜひ。はい、赤です。めっちゃ一発じゃん。あっ！痛い！あ、はい、リスタートです。ボス、敗者。四角、貢献、こう、思考をたくさん取り出すよ。ちょ、5は何？四角貢献。知らん単語。さっき歯茎の動画見てた。聞いてない聞いてない。いや、聞いてないし、キモ。なんなん、さっき歯茎の動画見てた。聞いてないし。聞いてない上にキモ。ゆう、二人乗り。危険です。危ないけれども、青春よ。おー。いいね。えんも。えんも。鬼チルイ。えんも。えんも。えんも入ってきそうやわ。なんで？くるぶしの脇から。アップないな。金曜機会で見てもらった方がいいです。おお、何？ひじり、信号無視。ビューンとな、脇見では見えてるけど行っちます。赤信号で行くっていうことを言えよ。言う、セブンイレブン便利よね。あの7見たら車が入る。なんで駐車場や。コンビニを言えよ。サービスではないよ。入りたなるやん。入りたなる。セブンイレブンちょっと寄ろうやってなるやん。確かに。今寄りたい。今寄りたいやん。なんで今寄りたい。隊長、隊長、今寄りたいっていうこと。面白くはないよ。全然面白くはない。ボス、お茶。ごくごくジュース。飲んだら茶柱立っちゃった。飲んでから。じゃじゃ、ごくごくジュース。どういうこと。何文字。何を言うてんのお前。文字数というか、ごくお茶や。お前、俺らの動画めっちゃ見てるやろ。見てるよ。なんでそんなんなるの。ひじりガソリンスタンド。シュートね、はい、よく軽油の三色五。相場レギュラーやな。けど、名工技術。勉強を
する場所ですよ。追加のね。追加のね。追加のねっていうのを追加したわ。うん。ボス、犬。ワンワンワン。子犬が鳴いたら、お手するよ。そうなん。そうなんや。泣いたらお手すんの。泣いたらお手すんの。そうなんや。ボス、ビジネスホテル。暗くてね、エッチするのに最適よ。ビジネスホテルではせんよ。最適、最適、最最も適してる。最適ではない。ビジネスホテルが経験上暗くはないな。ひじりワイパー。雨の日も弾け弾けの連続だ。雨日だけやねん。いうアイデンティティ私よね。これが本当の自分じゃしょ。上昇。新しいお前の擬音録にまた加わったわ。自分上昇。ポジティブ。ボス、地下鉄。ガタンゴトンガタン。地下、遠いけど、エレベーター、エスカレーター、長い。てか、七の領域まで来てんのよ、もう。こいつ何言うてんの？リピーター、エスカレーター言うてんの。そら裏方や。こんなもん。ひじりナンバープレート。昔はな、足し算練習お世話です。どう？これなんか昔のさ、風情も感じながらさ、全然いいよね。やってたんや。やってたよ。だから、おばあちゃんとか旅行行きながらさ、あややってみー言うて、マイナスなるがない言うて計算できへんわ。足せよ。なんでマイナスなの？おばあちゃんとか話してマイナスなるからなとか言うたで、ピンとされたおばあちゃん。おばあの代から6やねん。ボス、ボーリング。球投げて。壁に当たってもストライク。なぁ？は？何してんの？お前ガーターつけてもらってるやん。何の？子供用なのグリ下から入ってくるやつつけてもらってるやん。ケイト、街灯。夜照らす。月明かりのように照らす。ハウス。うわ、寒っ。照らすハウス。寒っ。もうなんか、生きて無理やったから最後照らすハウスとかめっちゃ寒い空だったやん。らしくな。お前らしクールなやつやったのに。ケイト、ウインカー。いいね。カッチカ。左右の行き道示します。お。おー。まあ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 、お手本って感じ。全然いい。ボス、ウインカー。カッチカ。危ないですよ。気をつけて。ちょっと待ってください。なんか車種によってウインカーの音ちゃうんや。カッチカになったもん。車エビ。ピュンピュンピュン。焼いても煮てもエビの出汁。まあまあまあうまい。美味しい。あの二つの意味で美味しい。二つの意味でうまいや。そう。ひじりマクドナルド。てんてんてん。塩振りサクッと、はい完成。ちょっと待って、ちょっと待って、怖い怖い怖いのが聞こえた。俺には。最初の拷問。最初は何？あのポテトが焼き上がった時の音じゃん。テレレテレレテレテテテレレの子はテレレレはないよ。テレレテレレテテテレレとかはない。とかはない。ポケモンセンターの回復みたいな。ボスブレーキ。キーッとな。押したらブレーキ。削れりま削れりま。まあ、せやな。リスクブレーキは削れりま。あのさ、ちょっとお題はあんま言ったらあかんのよ。ブレーキでブレーキって入ってたやん。俺言ってた。それ良くないよ。またデコピン。ゆう、ペロちゃん。ペロペロペロ。お店の前でもお待ちしてます。ゆう、ケーキ。サクッと。人数分に分けおかさん。分けおかさんが出てきたぞ今。あの伝説の分けおかさんが違う。帰ってきた分けおかさん。違う、分けるお母さんってこと。分けお母さん。分けるお母さん。分けお母さん。分けおかさんが帰ってきたわけじゃない。では帰ってきた分けおかさんではない。分けおかさんではない。You テイクアウト。楽ちんよ。ついでによるだけ甘味サプラス。何を頼んだお前は。神そばすを頼んだ一個。あの神そばす脇岡さんの帝都宇治抹茶。お京都の味緑ねりねり抹茶言うてもたー。あーちゃん
スラーっていかなあかんわ。やっぱスラーっと流れるようにいかん。お題はもう言ったらあかんのよ。いや、宇治抹茶、宇治抹茶言ってる。今日の内々はボスだよ。今日の内々、ドライブスルー寄ってドライブスルーで買った商品を店の中で食べるやつ。ほらんだ。ええの出せよ。いいやん。いいですか、どうですか、みんな。何のためのドライブスルーですか、じゃあ。そうですよね、そういうことで。裏方です。一生裏方です。チャリー。チャリー。あ、違う、キックボード。その顔で来るやめてほしいわ。キックボードやった。チャリバター来た思ったら次、キックボード。チャリみたいな顔でキックボードしてた。しかも電動じゃない方。街中でキックボード乗るやつって、まあまあね。めっちゃ、キックボード来てる。っていうことないもん。ないな。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。